ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしていくよ。今回のテーマは歴代スパロボの中で V2 ガンダムが最も活躍した作品。それをランキング形式で紹介していくわ。V2 ガンダムってかっこいいし強いイメージもあるんだけど、一方で、スパロボだとあんま見た記憶もないんだよな。それもそのはず。ざっと6作品ほどしか出てないわ。マイナーな作品でもないのになんでこんなに少ないんだろうな。まあ推測しかできないんだけど、ほぼ毎回出てる逆襲のシャアが009-3、たまに出てる F91 が宇宙世紀 O-1-23、これらに対して V ガンダムは宇宙世紀 O-1-53 となってるわ。逆シャアから60年か。まあこの辺グッとして同時に登場させることも可能だけど、やっぱ無理も出てきちゃうみたいな判断なのかもしれないわね。ゼータが0086とかだから、逆シャアまで7年で、一緒にいてもそこまで違和感ないけどさすがに数十年の開きは難しいか。とは言いつつ、普通に同時参戦してたりするんだけどね。となると真相はよくわからんな。もっと参戦してほしいわね。で、V2 の活躍を見ていくんだな。そこなんだけど、V2 といえば感想によって強化されるじゃない。アサルト、バスター、そしてアサルトバスターだな。この感想によって性能も大きく変わるので、これらも踏まえたランキングになってくわ。つまり、元の V2 だとイマイチだが、アサルトバスターになるとヤバいとか？そんな感じね。アサルトとバスターの強さも作品によってまちまちなので、結構大変だったわ。結構ややこしい機体なんだな。前置きが長くなったわね。ではランキングを見ていきましょう。まずは初参戦となった第二 GG から。初参戦が最下位なのか。今作の V2 はかなり癖のある性能になってるわね。機体としてはビームシールドに加え分身も持ってるので、防御能力は高めになってるわ。問題は武装の面。V2 といえば光の翼だな。そう、それが最強武装なんだけど、他の作品と違ってマップ版しか持ってないわ。威力はマップ版なので2500ぐらいとちょっと控えめで、消費 EN は125とかなり大きいわね。その威力って控えめなのか？例えばゲッタードラゴンで言えば、ダブルトマホークで2300とか、シャインスパークなら5000もあるわ。マップ兵器とはいえ確かにちょっと寂しいな。他の武装は V ガンダムよりちょっと強い程度なので、良くも悪くも光の翼の機体ね。今作の光の翼は、V2 を移動させて、その左右のマスを攻撃するという変わったもの。面白い仕様のマップ兵器だな。当てやすいし、移動力10もある V2 だと色々できそうね。そして、V2 をフル改造するとアサルトバスターに変化するわ。乾燥って形じゃないのか。機体性能はまあ、フル改造されてるからそもそもかなり高くなるんだけど、武装面が一新されるわね。ビームライフルは威力の高い目がビームライフルになり、もう一つのマップ兵器、メガビームキャノンが追加されるわ。そして、最強武装としてベスバーがさらに追加されるわよ。アサルトバスターなんだからそんぐらい強化されないとな。ただこの追加武装もクセモノね。問題は消費 EN の面。光の翼もかなり消費してたな。メガビームキャノンは80、ベスバーも40ぐらい消費するわ。どっちも結構重いな。V2 の時は光の翼しか EN 消費武装がなかったんだけど、アサルトバスターになると4つのうち3つが EN 消費。そしてどれも結構消費するので、どう行動するにしても、EN が枯渇しがちになっちゃうわ。そのラインナップだと確かにちょっと使いにくいな。加えて、メガビームライフル以外の3つの武装は、どれも命中補正がマイナスなので、必中等が欠かせないってのも痛いわね。ここの武装は魅力的だが組み合わせが良くないな。その通りね。ってことで、初参戦の第二 GG はこの順位とさせてもらったわ。しかし武装が少ないぜ。第二 GG はゲームボーイの作品なので容量の関係もあるでしょうね。ちなみにスパロボじゃないけど、V2 アサルトバスターは、古い G ジェネだと武装4つのうち3つがマップ兵器っていう、めちゃくちゃ使いにくい機体になってたりしたわね。どう使えばいいんだそれは。続いては携帯機のスパロボディ。今作、V ガンダムとしてはクロノクルやカテジナが仲間になる。そんな衝撃の展開が話題になったわね。あんだけ激しくやり合った相手だもんな。V2 ガンダムについては、加入自体は割と早めなんだけれど、乾燥パーツが27話からと遅めで、それまでは攻撃力不足に悩むことになるわ。光の翼は割と威力あるけど、マップ版は無改造だと2000いかない程度だし、ビームライフルも初期値2000で、かなりパンチ力に欠けるわ。となると活躍できるのは終盤になってからか。ここにもちょっと罠があって、アサルト、バスターはそれぞれ手に入るんだけど、アサルトバスターはルート限定の入手になってるのよね。両方揃ってるのにか？エンジェルハイローを通るルートのみの取得となってて、この時点でラストまで10はないわ。フルスペックで戦える期間は短そうだな。ただ乾燥パーツが増えればだいぶ戦いやすくなるわね。
アサルトなら移動後に使えて威力も高いベスバー。バスターならマップ兵器のマイクロミサイルポットに加えて、マップ版と通常版のアルメガビームキャノンが追加されるわ。そしてアサルトバスターならそれら全部が使えるようになるわけね。乾燥パーツがあって初めてエース候補って感じだ。それまでも、運動性は高いし分身は持ってるので、削り役としてはだいぶ優秀ではあるわね。戦闘でガンガン輝くのは終盤になってからって感じかしら。確かに活躍って意味だと、全体的にスロースターターに見えるぜ。最終的には大活躍してくれると思うわ。ウッソはニュータイプだし、ハロの補助精神も優秀なので、V2 でも頑張れば戦っていけるわよ。そういや、ハロとの二人乗りってのも V2 の良さだな。あと、ストーリー的には、スパロボディの中でも割と中心に居続けるので、そういう意味では目立ってると言えるかもしれないわね。続いてはアルファシリーズから、初代アルファ。今回も V2 自体は早めに手に入るけど、アサルトとバスターは獲得がかなり遅めになってるわ。アサルトは42話、バスターは53話ね。それぞれ10話近く開きがあるのかよ。初代アルファは全67話と長丁場だけど、そんな中でもちょっと遅めよね。今作の V2 はなんといっても光の翼のマップ版。最大で9マス先まで届くとんでもない広さしてるわ。すげえ範囲だな。威力はフル改造で3100とまあ控えめではあるけど、これはだいぶ魅力的。ただ元の状態だと、やはり武装面が物足りないわ。それも恒例になってきたな。光の翼通常版はフル改造で4300の威力で消費 EN30 という、燃費の良さはあるわね。今回もやはり本番は乾燥パーツが手に入ってからか。アサルトはアイフィールドが追加され、武装では P 武器であるベスバー、そして高威力長射程のメガビームライフルが嬉しいわね。この時点でだいぶ強いな。そしてバスターには通常とマップがあるロングレンジキャノン。これは光の翼より高威力よ。これも強いな。そしてアサルトバスターはその両方が使えるようになると、武装面じゃ文句なしだ。ただ V2 の時と比べると運動性が15も落ちちゃうわ。それはまあしょうがないのかもな。また、ベスバーは40、ロングレンジキャノンは60と、光の翼以上に EN を消費しちゃうのも運用の上では痛いわね。ここの武装は強いけど燃費が問題か。また、ウッソがあまり格闘値が高くないこともあって、光の翼を活かしきれないのもポイント。ニュータイプ技能は必要ないので、育ち具合で別のパイロットに渡す。そんな選択もありかもしれないわね。まあ V2 って汎用性の高さも魅力だもんな。続いてはアルファガイデン。連続参戦となってるわね。連作ってことは、そんなに性能差もなさそうなもんだけどな。ところが無印からガイデンでかなり使い勝手が変わってるわ。ベスバーの消費 EN も減少し、何よりロングレンジキャノンが弾数制になってるわね。また、通常版の光の翼も威力が少しだけど上がってて、燃費はかなり向上してるわ。細かい不満点がだいぶ解消されたのか。まあ乾燥パーツの獲得は、アサルトが27話、バスターが32話とやっぱり遅めではあるけれど、使い勝手の良さは段違いよ。いい感じだぜ。何より、アルファガイデンは援護が重要な作品で、そんな中で V2 アサルトバスターは、射程の長いメガビームライフルやロングレンジキャノンが、援護攻撃に組み込みやすいわね。そっか、援護に入りやすいってのも評価ポイントになるんだな。ウッソは援護を覚えないので、起点としてという形になるけど、惜しいな。また、敵も援護防御のために隣接して現れることが多いんだけど、そんな時にはマップ兵器が非常に有効になるわ。アサルトバスターならミサイルポットにロングレンジキャノン、そして光の翼もあるので、多彩な状況に対応できるわね。ボスの四方を囲まれてると倒すのがかなり大変だもんな。ウッソは魂を覚えるのでマップ兵器はもちろん、ロングレンジキャノンや光の翼で大ダメージを狙う役も担えるわ。システムとの相性も良くなったんだな。相変わらず乾燥パーツをつけると運動性が大幅に下がるので、場合によってはアサルトかバスターのみでの運用もありね。乗せ替えするのもありかもな。援護持ちに渡してやるのも面白いかもしれないわね。あと地味に、強化パーツが2つつけられるのも大きいわ。アルファは違ったのか？アルファだと1つしかつけられなかったのよねー。ちなみに、今作に登場する V2 ガンダムは、アルファで乗ってたものとは別個体で、未来世界で見つかるものなの。なんかややこしいな。まあ V2 ガンダムって主人公機なのにワンオフ機じゃないっていう、そういう面もあるからね。高性能なのに誰が乗ってもいい、それが V2 の良さでもあるな。ちなみにアルファシリーズでの参戦はここまでで、第2次アルファ、第3次アルファには影も形もないわ。招待制でこそ生きる期待な気もするんだけどな。続いてはシンスパロボ。シンスパロボは途中で宇宙編と地上編に分かれるんだけど、V2 派宇宙編に登場し、主力として大活躍してくれるわ。宇宙はお手の物だろうな。
加入は23話と中盤から終盤ね。運動性は他の作品と違って突出して高いこともなく、ニューガンダムやウィングガンダムの方が高くなってるわ。それはなんか意外だな。元の状態だと攻撃力も低めで、光の翼は通常版で2200ぐらいの威力。インファンネルより低いわね。なんか思ったより強くなく見えるぜ。光の翼を8段階改造することでマップ版が追加されるわね。まあ他の例を見るに、乾燥パーツが入ってからが本番なんだろ。その通り。そして乾燥パーツの入り方もちょっと面白くて、第21話にて輸送シャトルを守るミッションが始まるんだけど、ここで輸送シャトルをすべて守れるとアサルトパーツが、一気落とされるとバスターパーツが手に入るわ。そして33話からアサルトバスターが使えるようになるって形。ミデア守るとかも昔はちょくちょくあったな。アサルトになると追加されるベスバーは威力が2500と、すでに光の翼を超える威力で、メガビームライフルは2つ目のマップ兵器として追加されるわ。そしてバスターになると追加されるロングレンジキャノンは、なんと3800の威力があるわよ。いきなり攻撃力が跳ね上がったな。これは他の機体だと、弾空ガの弾空砲フォーメーションと同じ威力で、リアル系ではトップの威力になってるわ。光の翼より強い、ってなんか不思議な感じもするぜ。これらを組み合わせたアサルトバスターは、リアル系最強の威力を持つロングレンジキャノンがあり、マップ兵器は2種類使えるっていうかなり強い機体になるわね。やはりアサルトバスターの攻撃力は段違いだな。その代わり運動性は8も低下して、移動力も2も下がっちゃうわね。まあやむなし。ちなみに、今作のウッソは味方で唯一の精神コマンド、見極めを習得できるわ。聞いたことない精神だな。効果は、マップ兵器を使用した最適味方識別ができるというもの。マップ兵器を多数持ってる V2 のパイロットならではね。面白い精神コマンドだ。その代わり幸運を覚えないので稼ぎ役としてはいまいち。状況によってはアムロに渡すのもありね。ニューの方が強いとかあるのか？運動性などは上よ。ただ武装が全部弾数制で、バズーカは2発、インファンネルも6発しか撃てないので、これはこれで継戦能力にちょっと難があるわね。運用は難しそうだな。まあ今作には先天的なニュータイプが少ないのもあって、どちらも間違いなくエースにはなってくれるわよ。参戦作品を見ると、宇宙世紀から逆シャーと V しか出てないのか。そんなわけで、構成の差も相まって目立ちやすいってわけ。なるほど納得だ。栄えある1位は最新作スパロボ30とさせてもらったわ。6作品しか出てないのに、だいぶ間が空いた感じするぜ。2003年のスパロボ D から実に18年ぶりの参戦ね。そんなに出てなかったのか。久しぶりの参戦ってこともあって、割としっかり原作再現も行われるわ。そして加入タイミングなんだけど、新しい翼というミッションをプレイすると加入になるわ。これはいつプレイするか、プレイヤーによって変わってくるわね。フリーシナリオ制ならではだな。そしてこの頃になると多くの武器の射程が長くなってて、通常版光の翼はいきなり射程が5もあるわ。下手したら昔の最強射程だなそれは。消費 EN は70ぐらいと重めだけど気力は110で撃てるわね。威力は結構高くて、5段階も改造すれば、カスタムボーナスで威力が200プラスされるのもあり、6000超えてくるわ。さらに光の翼の消費 EN が15もマイナスされるわね。カスタムボーナスも光の翼に特化してるんだな。さらに移動力も1上がるわよ。そしてアサルトバスターになると、さらに光の翼の威力が上昇するわ。マップ兵器は光の翼だけか？他の作品と違って光の翼のみね。威力は割とあるけれど、範囲がかなり狭くなってるわ。まあでも、スパロボ30って改造すればどの機体もすげえ強い。そんな作品じゃなかったか。それはその通り。ここからさらに改造ボーナスやパイロット養成でいいセーブつけて、消費 EN を抑えてやるとなんと、10ちょっとで光の翼撃てるようになるわ。そうなるともう手がつけられんな。エクストラカウントによるマルチアクションで、ガンガン敵を落とせる機体になってくわね。ただまあ、原作再現があるにしても、他にもめっちゃ強い機体がいるだろ。それでも1位なのか？まあ機体性能で言えばもっと強いのはゴロゴロいるわね。それでも、ウッソ自体の加入がかなり早いし、強制出撃も多めで目立ってて、何より V2 として大きいのは、初めて2機目の V2 が使えるってこと。2機目、ってことはオリファーが乗ってたやつか？そう、オリファーのやつよ。原作ではオリファーがコアファイターでアドラステアに特攻したため、以降出てくることはなかったけど、スパロボ30では隠し要素として登場するわ。隠し要素ではあるのか。まず、新しい翼は何もしないと宇宙を走る閃光というマップ後に、リストに追加されるわ。ところが、ウッソの撃墜数を50機に到達させると、そのタイミングで新しい翼がプレイできるようになるの。早期加入になるんだな。そして、V2 を早期加入させておくと、
宇宙を走る閃光でオリファーが2機目の V2 に乗ってくるわけ。この V2 が2機いるってなるとだいぶ心強いぜ。前にも言ったように、ニュータイプ技能等は必要ないため、オリファーはもちろんシュラクタイヤをデロたち。なんなら宇宙世紀のモビルスーツ乗りなら誰でも乗せられるわ。アサルトバスターになるのはウッソが乗ってた V2 だけだけどね。基礎性能は高いし、いろいろ使い道はありそうだな。主役だけど機体性能にちょっと不安のあるニュータイプのヨナを乗せてみたり、エースボーナスのために、ちょっと弱いパイロットを乗せてあげたり、誰をどう乗せても役に立つわね。そういう意味では確かにかなり活躍するな。ウッソはエースボーナスで通常の回避率とは別に、40% の確率で回避っていう効果を得るわ。どういうことだ？今まで V2 には分身がついてたりしたけど、それがウッソのエースボーナスに回ったって感じよ。あ、そういうことか。V2 の運動性は割とあるけど、ウッソが乗ってるのとそれ以外だとだいぶ回避能力に違いが出るので、そこだけは注意が必要ね。久しぶりの参戦でかなり優遇されてる感じがするな。原作再現は大掛かりに行われるし、隠し要素でクロノクルとカテジナも仲間にできるわよ。ストーリー面でも性能でも、単純に数でも目立ってるな。ってことで1位にさせてもらったわ。ランキングはここまでだけどどうだったかしら？まとめてみると、高性能だけどかなり癖の強い機体だったんだな。どの作品でもそんな感じね。安定してずっと強い、という機体ではなかったわ。最初にも言ったが、やっぱ参戦が少ないのは寂しいな。もっと出てほしいわよねー。今後の展開に期待だな。というわけで今回の動画はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。